はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。レンズアイランドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、拠点を少し拡張して、あと店売りの武器とかを買ったりしたんですけども、録画外で少し、手直しですねしました。まずこの角ですね、ここの角だけ一つ、石の作りになってたんで、ここ直して、であとは菜園ですね、菜園を少し、手直しして今こんな感じですね。であとこれもコメントで教えてもらって、ここにこう絡ませるというか、植えれなかった2つの植物ですね、これもこんな感じで植えて、まだちょっと納得いってないんですけどね、とりあえず今こんな感じですね。ただ、僕のパソコンだとこのサイズでも結構フレームレートがガタガタになっちゃいますね、ここに近づくと。なんでこれ以上大きくしたらちょっと厳しそうなんで、このサイズでなんとかこういろいろ工夫していこうかなと思います。で今回ですね、今回はダンジョンの攻略の続きをやっていこうかなと思います。この辺だけ異常にフレームレートが落ちるんですよね。あと服をですねちょっと変えました。でどっちかですね、下に行くか上に行くか、どっちも中途半端なんで、とりあえず今回上の方ですかね。はい、ということで前来た時に、ワープで帰還したとこですねの近くまで今来たとこですね。でこれがガードの警備員の日記ですね。住民がどんどんおかしくなってるっていう。で、前はこっち側のワープで帰ったんで、こっちですね、こっち行ってないですね。またなんか紙切れが。ショッピングリスト、卵、パン、ライトストーンパウダーと、アイアンシャードが20個。ライトストーンパウダーってのがあったんだ、昔は。これは、エドワードラストノート。ちょっと待ってくださいね。はい、
エドワードの最後の日記って書いてますね。今夜できるうちに出発をする。この街は崩壊しようとしている。空気中にそれを感じることができ、鳥のおしゃべりでそれを聞くことができる。甲府たち、炭鉱たちが、光を求めれば求めるほど闇に毒されていく。って書いてますね。光を求めれば求めるほど闇の力が強くなると。少しずつ何があったか分かってきそうですね。この日記を読んでいけば。向こう側はこれ。無理かな？無理かな？なんかあるんだけど。じゃあこれ上に行けば、あ、こことつながって、なんだ、ボス？入れる？入れない？あ、戻れる。ちょっと待てよ。あ、ブルーベリーがもうない。バナナは？バナナ10個。パンプキンも10個。スイカ15。パッションフルーツ。あ、パッションフルーツ20。これの回復量は？あ、18。あ、じゃあこれにしよう。この上、多分、あの前ワープで帰ったとこだと思うんですよね。繋がってるとしたら。これは。あ！まず、待って待って。行き過ぎ。はい。おう。よし、これでライトストーンが手に入る。よーし。お、しかも3個。で、この上がですね。上も行ってないし、こっちも左も行ってないんだけど、どうしよう。
ってみようか。やべ、こいつつねえな。ペア。こっち。待て待て。嫌な予感するな。先にまず向こう行こう。さらに下にも行けるし、人骨が。何？なんか。爆発するんだ。え、めっちゃ強い。ああ。待て、先にこっちか。ペア。
うわー、待って待って待って。一回こうなっちゃうと、またか。一応回復して。罠もありますね。なんかある、なんかあるよ。お、待て待て、あの飛ぶやつがいる。回復。トンダーウェイで、あっぶね、あーた、なんかこの飛行タイプにダメージ入らないな。あれかな、打撃が引きづらいとか。うん、よし、はあ、これは何でしょうか、ハンマー。お、これは武器なのかな、ツール、いや武器かな。ダメージはでも15しかない。どうやって、ここで装備しろと。使え。これいらないかな。これ一回外して。2番。おっそ。あ、しかも両手持ち？待って、なんか。必ず15は入ると。で、クリティカルで30。どうなのかな？おっそ！せっかく取ったんで使ってみますか。危ない危ない。さあ、ワープ。あ、待って。あ、でも、あ、強いな。
これ早めに。飛んでるのがいる。遅すぎる。攻撃が。回復して。どうなの？打撃が。やっぱ打撃に強いのかな？待って。いって。回復して。あぶねえ。待てよ、こっちかな。ああ、これあれか、武器変えるやつだ。あ、これは？あ、リペア。エレベーター。え？あ、ガードの日記だ。52。はい。イーストシティの警備員のレポートですね。52。鉱山のシャフトが、壊れた。壊れている。避難パニック。避難パニックの時に、多くの人が積み重なって壊れた。ロープが切れたって書いてますね。避難パニック。で、警備員は自分の身を守りながら、ノースケイブの、出口に向かうようにという指示が出ている。うん。避難パニック。なんで上の住民の人たちは知らないのかな？リバー、あの町の人。あ、入っちゃった。あ、ここか。ここ塞がってたんですよね。あ、ショートカット、まあこれでじゃあいつでも。おお、もうちょっとこの町を探索して、これはどっから。どっか日記ないか、日記を見たい。いやー、やだな。ちょっと待てよ、武器変えてみよっか。打撃じゃなくて6とかしか入らないんで、斬撃。どうしよう、これにしてみよっか。スラッシュ100。初めてですか、この剣。間違えました。そう、ああ。いや、もう強いんだ、単純に。月に弱いとか。
これも初めて使うけど。槍結構強いかもしれない。あ、槍強いな。範囲攻撃とかはまとめて攻撃とかはちょっとあれですけどね。あ、入った。かなり大きい町だった感じですね、見た感じは。はい、ですね、グウェインさん、グウェインさんの日記ですね。でやっぱり、うん、今夜出発する前の、最後の日記、サムは変わってしまった、もう以前の彼ではない、私たちは4年前、ライトストーンを叩いて簡単に大金を手に入れようと、大金を手に入れようと思ってここに来た。その代わり、サムは徐々に別人になっていった。彼の人生から全ての意味が失われ、欲と権力が彼を蝕んだ。一週間も鉱山にこもっていたこともあった。愛しているよ、サム。昔の君を忘れないよ。ライトストーン、これどういうことなんだろう。この闇によっておかしくなったのか、単純に金儲けをしたくて人が変わったのか。めちゃくちゃ広いなこれ。広、うわー、なんだ、アングルが向こう側に行けっていうことかな。カード47だ。さっきよりちょっと前ですね。これはだからその避難パニックが起きる前ですね。下のゲートは封鎖され、鉱山の入り口も閉ざされている。私たちはできる限り、多くの人を救ったが、ほとんどの労働者はすでに寝返っている。寝返っているってなんだ。
明日からは、完全な避難が始まる。すべての市の警備員は、寝返った人を探してパトロールしている。これ何？やっぱ、あの怪物元、まあ、人間なんじゃないのかな？あ、書いてある。彼らは、天下の初期段階、天下。天下の初期段階であっても、現場で排除する許可を得ている。うん。なるほど、なんとなく分かってきた。2匹か。あいって、あくそ、あ、月が効く。うん、じゃあ、あの、とん、あ、でも普段からこれでいいのかな？あ、でもこれが効かない敵も出てくる可能性ありますからね。本当はこれに切り替えて。とりあえず一旦帰りましょう。これ以上探索するのはちょっと危険なんで。こっち側から戻ろっか。で、こっち側に道があるんですよね。ここを少し探索して、ここをあんまり調べてないんですよね。いやー、待って、難しすぎない？いった、あくっそ、むずっ。誰だよこれ考えたの。あ、やべ、下打ち出る、下打ちが出る。よし、別になんかいいものが入ってるわけじゃないんだ。
これちょっと待っ、よし、何もなしで、これこの日か、じゃあ一回町に行って内藤村が足りなくて買えなかった商品、あれを買って、よし、これで、うん、購入、これでここ全部の肌ですね。ちょっと下を覗いて、ここはやっぱ売ってないんだ。お、なんだこれ、1300買えるけど、買っちゃおう。1550、高っ。まずセットボーナス、これだ。あ、ピックアクスか、ツールですね。あ、クラフトできる、これライトストーン。じゃあクラフト、で、ここだ、取ったやつ。あ、こっちの方がいいですね。うん、で、買ったこれ、これか、これは強そうだけど、こういう、これいいんじゃないですか。うん、これとこの槍でいく感じですかね、ダンジョンは。よし、はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。